はい、よい子のみんな、ラスティオさんだよ。ラスティオさんと一緒に独り言英会話やってみよう。今回はどんなシチュエーションかな。同じシチュエーションの時につぶやいてみるといいよ。それでは行ってみよう。こんな独り言だ。目が乾いてきた。目薬ささなきゃ。今度は英語で言ってみるね。 My eyes got dry. I've got to use eye drops. どうだい？分かったかい？もう一回言ってみるよ。目が乾いてきた。目薬ささなきゃ。 My eyes got dry. I've got to use eye drops. 次はおじさんが発音してみるね。 My eyes got dry.I've got to use eye drops. My eyes got dry. I've got to use eye drops. どうかな？ちゃんと発音できてるかな？次は後についてみんなも発音してみようよ。My eyes got dry. I've got to use eye drops. My eyes got dry. I've got to use eye drops.My eyes got dry. I've got to use eye drops. OK! 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめのリンクを貼っとくから見てみてね。よかったらこのチャンネルのチャンネル登録をしてくれると嬉しいな。ではまた。See you next time!